どうもこんにちは、しょうえです。2024年5月13日月曜日放送のハロドルについて今回も感想をゆるりと語っていきたいなと思います。まずはハロプロ研修生実力診断テスト2024の舞台裏、ハロプロジェクト研修生発表会2024春の公開実力診断テストが5月4日の土曜日に立川ステージガーデンで行われました。今回から一人ずつ実力診断テスト本番までの過程と当日の舞台裏映像が公開されます。一人目は川野ソアラちゃん。課題曲はモーニング娘 2-3 のすっごいフィーバー。自由曲はメロン記念日の赤いフリージアを選曲してました。前回の実力診断テストでは声がひっくり返ったりしてたんで、今回はジャンプをしながら歌ったりして、歌の安定性に力を入れているとのことで。リハーサルの時点では赤いリボンがいっぱいついた三つ編みかなのヘアアレンジをしてたんですけど、本番でしてた髪型より可愛らしい印象が強くて、これはこれでめちゃくちゃ可愛いなって思いました。舞台裏映像がなかったら一生見れないままやったと思うと、番組の偉大さを感じずにはいられないですね。衣装について全体的に赤やお花をイメージして、ラメがたくさんついてるドレスなんで、ライトに照らされた時の輝く姿を見てほしい。実力診断テスト当日、髪型を巻き下ろしにしてキラキラしたカチューシャをつけ出すスタイルに変更ということで、可愛さと大人っぽさを表現したいって話したイメージにぴったりやったなと思います。課題曲は楽しそうな笑顔もダンスもすごくいいなって思ってたんで、終わった後の悔し涙を見るまで声震えてたっけみたいなレベルで全然気づきませんでした。もう見返すと確かになって思ったけど、自由曲では切り替えが完璧にできてて、歌もスタイリングもキュルッとした可愛い雰囲気が似合っててすごく良かったです。ドラマ賞があるとしたらソアラちゃんに差し上げたいなと思いました。上野先生からは、自由曲ではうまく切り替えて挽回してくれた、これはほんまにそう、呼吸のことや発声の基礎的なところはもう一度見直した方がいいかなと思っている。花があって美人でとてもいいものを持っているんで、自分のいいところを再確認して堂々とパフォーマンスできるようになってほしい。実力診断テストを終えて、課題曲では自分に負けそうになって声が少し震えたのがちょっと残念やったけど、自由曲ではピッチも声がひっくり返らなかったのも良かった。練習はリハーサルでうまくできない自分が悔しくて落ち込んでる時間があったけど、その時間も練習しておけばよかったと後悔しているんで、次の発表会までにもっと成長したいと思ったとのことでした。2人目は牧野とあちゃん。課題曲は椿ファクトリーのスキップスキップスキップ、自由曲はモーニング娘。のふるさとを選曲してました。自宅練習の映像がリビングで撮影されたものやと思うんですけど、お家広いですよね。本格的なマイクも使ってて、前にどこかでマイクを買ってもらいましたっていう話をしてたような気がするなと思って見てました。自由曲は歌詞をしっかり読んで感情を込められるように頑張ってるので、そこを見てほしい。衣装については、ふるさとは派手なイメージがなかったんで清楚系にしようと思って私服で揃えた。イヤリングはステージ映えを考えてキラキラするものを選んで、大きいリボンも衣装に合わせて用意した。実力診断テスト当日、失敗したらダメとかは考えずに成長した自分を見てもらうために頑張ってきた成果を出せるように楽しく頑張りたい。課題曲では去年からの成長をすごく感じることができたし、自由曲は気持ちがしっかり伝わって上野先生と一緒に泣きました。終演後に泣いてるとあちゃんに寄り添ってくれてた上村はすみちゃんも、数年前はとあちゃんの立場やったなと思うと、自分が先輩にしてもらってたことを次は後輩にしてあげようっていう優しさが受け継がれてて感慨深いなと思うし、ハロプロ研修生から目が離せへん理由の一つでもあるのかもしれないです。上野先生からは、選曲がナイスでした。キーレンジに合った選曲で、ギリギリまでは地声で出して、その上は裏声の方で活路を見出してた。去年のパフォーマンスに比べたらピッチがハマるようになったことと、リズムも大きい枠の中では安定してきたのと、笑顔と歌詞を読んで気持ちを入れるということをアプローチしてきてくれて、また次の段階に進むきっかけになったパフォーマンスだった。実力診断テストを終えて、賞は取れなかったけど、皆さんに成長したなってちょっとでも思ってもらえたら全然いいなと思ってて、賞を取った人たちがどんなパフォーマンスをして、どこがいいと思ったのかを研究して成長できるようにまた頑張りたいとのことでした。前向きなコメントめちゃくちゃ素敵でした。次に林ニーナちゃん。課題曲は拳ファクトリーの年には年、自由曲はジュースジュースのプラトニックプラネットを選曲してました。自宅での練習映像では自由コラボのジュースジュース T シャツを着てましたね。スタイルがいいからめっちゃ似合ってるし、デニムとメガネだけでこんなにいい感じにまとめられるんかと、ジュースジュース T シャツの正解を見た気がします。課題曲ではガナリア巻き舌を入れたかったんで練習をして曲に取り入れるようにして、自由曲では高い音が4つあるんで裏声ではなく地声で高い音が出せるように頑張った。衣装について、2番に伏せたキラキラの目尻にという歌詞があって、目尻じゃないけどキラキラさせたくて目の下にストーンをつけたり、手作りのイヤリングに土星がついてるんでリングの方に地球をつけた。ベストパフォーマンス賞を取りたいなって思ってますとのことで、曲に合わせたこだわりを聞けたのも、自作イヤリングをアップで見れたのも良かったです。
ベストパフォーマンス賞を取りたいってはっきり宣言するところがすごくかっこいいなって思いました。実力診断テスト当日、初めての会場でステージに立ってリハーサルをした時に緊張してしまって、新人研修生の練習してる姿とかリハーサルをしている姿を見ると負けていられない。課題曲も自由曲も何回見てもすごいなって思うくらい圧倒的なパフォーマンスでした。パフォーマンス終了後のコメントで稲葉真中ちゃんから高評価をもらったリーナちゃんが、稲葉真中さんの映像を見て練習していたって話してたんで、お互いに嬉しい結果になったんじゃないかなと思いました。真中ハロドリ見たかな。結果はベストパフォーマンス賞でした。おめでとう。上野先生からは、最高のパフォーマンスだった、よく言えば音色を変えたりすることができるともっと起承転結が作れるんじゃないかなと思う。12歳の子に言うのは求めすぎかもしれないけど、可能性があるということなんで今後に期待したい。実力診断テストを終えて、1番はデビューすることやけど、まだ表情とかが硬くなりがちなんで、もっと曲に合わせた表情ができるようになりたいとのことでした。最後は島川花ちゃん、課題曲はカントリーガールズのブギウギラブ、自由曲はタンポポのI and you and I and you and I を選曲してました。今までのメンバーたち全員なんですけど、写真撮影をしてる時の様子がめちゃくちゃ可愛くて、グッズ発売の情報が待ちきれないです自由曲では顔の表情だけじゃなくて、声や歌声の表情も意識していて、歌が平坦でも波がありすぎても曲のいいところが活かしきれないんで、自分がこの曲の主人公やったらどんな感情で何を思ってどんな声色で歌うのかなと思いながら練習している。衣装について、単純に見えて単純じゃない感じがある曲だなと思って、王冠でアクセントをつけてみたり、可愛い歌なんでこの歌が衣装になったらどんな感じになるかを考えて選んだ。曲に対しても衣装に対してもとにかくじっくり考えて準備するタイプっていうことが分かったし、衣装に関しては予想外の考え方やったんで面白かったし、話を聞けてよかったなと思いました。実力診断テスト当日、本番前の舞台裏で吉田ひかりちゃんの頑張ろうね花に対して、頑張りましょうって敬語になっちゃってるのがまだ距離感がつかめてないんかなって思いました年上が遠慮がちになっちゃうところが微笑ましくて、そっと見守っていきたいですね。課題曲自由曲ともに歌詞がすごく聞き取りやすくって、その楽曲を表現する演じるのが上手やなと思いました。上野先生からは、歌詞をとても大事にしていて、子音と母音がはっきりしていることと、言葉や行間に対して気持ちを入れて歌唱をしているということがとてもいいポイント、世界の見える歌唱でそのまま突き進んでいってほしい。牧先生からも、言葉が聞き取りやすくて耳に入ってくる、リズムレッスンもしっかり入れるともっと良くなるとのことです。実力診断テストを終えて、賞が発表されていく中での悔しさが自分にとってのバネになると思うんで、体力や体幹などの課題を見つけたし、声質やリズムなど褒めてくださった部分もあって、いいところも悪いところもいっぱい知れた一日だったんで、今後に生かしていきたいとのことでした。今回はそれぞれのパフォーマンスの感想を簡単にまとめてるんですけど、別で感想動画を投稿してるんで見てもらえたら嬉しいです。次にジュースジュース最新曲ライブパフォーマンス、2024年5月15日に発売される18枚目のシングル東京ブラないものラブお愛子から、東京ブラのライブパフォーマンス映像が公開されました。ライブ映像がいきなりポンって入ってきて、どうしたって感じなんですけど、でも全然ありがたいですジュースジュースが見たいっていう念が強すぎちゃったのかもしれないです。ハロスのナンバー526でもライブ映像を見ることができて、何回見てもかっこいいし、ブラックの衣装も素敵すぎます。来週もハロプロ研修生実力診断テストの舞台裏、パフォーマンスに対しての思いはもちろん、衣装の話を聞くのもすごく好きなんで、来週もとても楽しみです。2024年5月13日月曜日放送のハロドリは TVer でも配信されてるんで、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2024年5月21日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画も楽しみに。バイバイ。